ベルト・ケンプフェルトベルト・ケンプフェルトはドイツ出身の楽団指揮者、作曲家、編曲家、プロデューサー、ハンブルク生まれ。1950年代から当時の西ドイツの大手レコード会社、ポリグラム社でプロデューサーを務める傍ら、ベルト・ケンプフェルト楽団の活動をスタートさせる楽団の活動と並行して自身がリーダー、ピアノ、クラリネットを担当する。 スイングジャズバンドを結成。一作だけだったがアルバムを残している。1958年に発売された真夜中のブルースが彼の日本における初めてのヒットとなる。その後も愛の誓い星空のブルースと立て続けにヒットを放ち、特に後者は1961年に全米ヒットチャートトップ100の第一位に輝いた。また1963年には ジンゴジャンゴを全米トップ100の第8位へ送り込んでいる。ザ・ビートルズのプロデュースをしたことでも有名で、1961年から1962年にかけてハンブルクでステレオ録音を行い、彼らのアルバム、シングルを制作した。1980年6月21日、スペイン・マジョルカ島の自宅で心臓発作のため死去。去年56歳。 ありがとうございます。